はい、どうも、アオサです。皆さんの気持ちを代弁しましょう。カクシって誰だと思いますよね。アオサさんの動画編集攻略チャンネルで突然カクシが出てきて、アオサさんうざいよねっていきなり言い出して、なんだよこいつって。アオサさんファンは思ってると思います。今回はカクシ特集。カクシというのは一体誰なのか、なんで動画編集攻略チャンネルにやってきたのかということをお話しできたらと思います。カクシって社内の人間じゃないんですよ。社外の人間なんですね。社内の人間も誰だよって思ってます。カクシってさ、知ってる？誰ですか？で誰ですか？知ってるだろう、お前。知らないです。振りを添えて全部ダメにしてるんだ。よくさ、カクシさ、オフィス来て撮影してるじゃん。そもそも誰なの？エンタメ芸人じゃないですか？エンタメ芸人？チーフエンターテイメントオフィサー？これ塚原か。視聴者の皆さんわかんないと思います。塚原くんっていううちの飲み会担当者がいて、飲み会宴会を円滑に回すということを仕事の重きに置いている塚原という人間がいます。ねえ。ただな。カクシっているじゃん。あいつって誰なの？わが物顔でオフィスにいるじゃん。そこまでは思ってないけど、よくいらっしゃいます。よくいるよね、はい。誰なんだろうね。どんな人って言われてパッと説明できはしないです。どういう印象？確信に対して。面白いカメラマン。優しいです。優しい、はい、優しいエピソード聞かせて、確信の。相談乗ってくれます。どんな相談したの？彼氏が…高谷さんとの関わり方です。高谷との関わり方に何が悩んでたの？青さんと似てるんですよ、接し方が。どんな感じ？冷たい。冷たくないよね。冷たくないよ。なんかお前冷たいらしいよ。いや冷たくないっすよ。どこが冷たかったの？考え事してる時は絶対に話を聞いてくれ。じゃあ3人に打つぞ。はい、チーズ。聞こえてないんだよな。そうなんですよ、本当に、聞こえてない。無視してんじゃなくて聞こえてないの、マジで。そう、本当に本当にそう。そういうのも青さん言われてたじゃないですか。こんな感じです。それを各種に相談したの。話の流れ、高取さんが無視するんですよ。もしかしてお前高取のこと好きなの？え、ちょっと分かっちゃうやん。意識過剰です。さやけん、ぶっさ。おい、やめえ。さやけんパートはこれで終わりです。画角。あ、いますね。うちのオフィスでまるでここ自分の席みたいな顔して座ってますね。ちょっと突撃しますか。お、カメラ使うの難しい。隠し。なんすかなんすかなんすか。最近オフィスでクレーム出てて。クレーム？うん。なんですかそれ。どういうクレームですか。こいつ誰っていう。え、クレームの内容誰って分かんないってことですか。あの人なんでオフィスいるんですか。え、これ YouTube 使うやつですか。これ YouTube 使うよ。絶対重要ないですって。今回は隠し特集です。いらないでしょ、うん、それ少ないけどコアなファンいるからね。コア中のコアですよね、うん、なんか面白いこと言ってよ。いや、むずい、雑。めちゃくちゃ振り雑ですね。ちょっともう、カメラ返すわ。ぜひぜひ、うん、早く返してください、うん、みんな待ってましたよ、これ絶対。誰っていう。はい。突然このチャンネルに隠しっていうキャラクター出てきて、はい、俺よりちょっと人気っていう。いや、ないよ。あ、そのアオさん嫌われてるから。ふざけんなよ。アオさんのおかげで僕も、うん、はい、どうして20何歳？今年5になります。25歳で年収が、はい、年収年間の可処分所得は。可処分所得はじゃあ年間の利益は。年間じゃあ以上、先月の利益はいかがですか。先月の利益はまあ400ぐらいですかね。皆さん分かります？アオさん気に食わねえなって思って、各社は俺らの味方だって思ってるでしょ。各紙、月収400万です。月収じゃない、会社やから。またそれ、俺らの味方だと思ってた各紙も実は金持ちなんですよ。でも僕役員報酬20万とかですよ。で、会社の金使ってるでしょ。いやいや、そんな使ってないですよ、そんなに。じゃあ今日から行ってさ、自分で出すときさ、はい、どっちのカードできるの。いや、それ20万じゃ出せないですからね。会社のカード切ってんの。絶対交際費です。はい、めっちゃ必要なんです。なるほどね。会社の営業利益もゼロだとすると、はいはいはい、各社はいくら役員報酬取れるの。あ、ゼロにしようと思ったらってことですか、うん、まあ、役員ちょっともう一人いるところもあるんで、うん、まあ、でも代表なんでしょ。そうです。全部俺が決めると。いやいや、全部自分でね、うん、全部自分でマックス出そうと思えば300かな。月300ぐらいぐらいじゃないですか。もうそれ以上出すとちょっと。年収3600万25歳ってこと。僕やるようにしたいな。うん、すごい嫌な感じで、はい、これ嫌ですよ、これ見てても何も楽しくないですから、うん、なんで今回はちょっと隠し特集ということで、隠しといろいろ話していきたいなと思います。それでは席へどうぞ、はい、というわけで隠しです。隠しです。カメラマンやらせていただいてます。よろしくお願いします。はい。こういう風になるとめちゃくちゃ緊張しますね。画面外からこうどやから言うっていう役割なんで、はい、うん、安全圏からね。安全圏から石投げて。そう。隠し
こんな感じで年収3000万円です。すいません。じゃあ、それいらないですって、それ。まあでも、おかげさまですよ。いや、まあ、それで言うと。うん、まあまあ、そうだね。俺のおかげだね。え、もともとさ、各紙はさ、大学生の頃から稼ぎ始めたんだっけ？大学2年生の時ぐらいから YouTube 始めて、動画編集とかものもので稼ぎ始めたの大学さんですね。ああ、もともと YouTuber だったんだよね。どんくらい登録者いたの？ 1 年で400人ぐらい。さすがにこれ良くないよねっていうことで、なんかそのツイッターとかで勉強とか YouTube のヘルプランみたいなものを全部見てって試してたから、半年で1万人まで出てっていうのがまあ一応経緯として。なるほどね。そこから動画編集者になったの？案件も受けながら、基本的には YouTube の運用代行、1万人いったのがまぐれじゃないかなと思って、また違うチャンネルを自分で作ってみて、それも半年で1万人いったんで、それで何チャンネルっていうの？ちなみにそれはちょっとまあ、言えないですけど、これが2回目に自分が演者で1万人になった時、自分が YouTuber やって結果出してきたから、はい、他社の YouTube の運用代行をやり始めて。そうです。広告収益だったら月30万ぐらいしか稼げなくて、俺20歳なのに月30万しか稼げないよって思ったの？違うんですよ、その経営者になりたかったんですよ、1年半2年半やって月30万って経営者って言えないなって、しかもめっちゃ大変じゃないですか YouTube って、いくら稼いだのその頃は？月売り200万とか。利益は120とか。年収1000万超えちゃったよっつって。そういう回これ。そういう回にそれ出るの。でそれで何？その頃は一人やってたの？そうですね、一人途中で手伝ってもらったりとか、まあ本当いろんな人の力で、もう僕だけじゃないです本当これマジで。でその会社は一人だったの？役員二人入れてました途中で。最初はずっと一人でしたけど。就職したんだよ。月収100万ちょっとぐらいで、まあ、青さんとかが就職してないので、でも就職しなくていいっていう、そこさんとこ、なんでしてないのにしなくていいって言ってるんだろうなみたいなので、ちょっと興味本位で就職しました。で、どうしたの？1年で全く就職しなくてよかったなって言ってたこと、間違いなかったなっていうので辞めました。そこからトントン拍子で1回月800ぐらいまでは運用代行とかで通って、で、月の利益400ぐらい？400ぐらいまでは行って、そして事件起きたと。本当に大変だったなっていう事件が起きて、お金を何に使ってるのかっていうものを本当全く把握してなくて、月の支払いがなんか650万、月よりが800ぐらいだった、150万ぐらいしか余ってないっていう時に、組織化をどんどんしたいなと思ったんですよ、社内の人に渡したんですけど、その渡し方が下手くそで一気に4件切れちゃって、月よりが200万ぐらいになってマイナス400万。いらない人件費めっちゃ払っていたと。めっちゃ払ってたし、遊びにも行ってたし、その時に足元すくわれ、仕事が突然切れまくると。はい。その時にかっこいい先輩が現れたんだよね。危ないなっていう状態のタイミングで、どうしたらここから再起できますかっていう相談をいろんな人にしてた時に、青さんにも声掛けさせていただいて。そう。で、俺なんて言ったんだっけ？相談乗ってあげるよって言ってくださったんですよ。意外と優しいんだよね。怖かったんですけど、聞いたら、支出の減らし方とか、財務のこう整え方、組織の作り方とか細かく教えていただいて、月半ばに受けたんですよ、いろいろアドバイスしたと。時は経って100万までなんとか減らせたんですよね。あと2日で払わないといけない、残り100万足りないって時に、青さんと会う約束が。やらしいよね。いやたまたまです。マジで。3月31日に倒産しますと。倒産します。本当に。お金が回んなくなります。3月30日に俺とアポ取ってきたんですよ。ご飯食べるだけですよ。ご飯食べるだけですよ。そうなんで、たまたま日って合わなくて、明日まで200万円できなかったら倒産するんです。でも今日はご飯だけですって言われてるさ。いやいや。信じるわけねえだろって。ずるいなぁ。それずるいなぁ。でも俺ももう可愛い後輩なんでね。かっこよく。とりあえず100万足りないんだったら100万振り込むから、100万分の仕事は後でしてくださいと。かっけーかっけー絶対言わん方がいい。あ、俺も。あの時何言ったか覚えてますか？なんだっけ、まあ、キャバクラシャンパンあげてるからね。だせーあんまり安いからね。お金も払って仕事もしてくれるってめっちゃ安くないもんね。言ったわ。各紙がやっぱその運用代行として結果を出すことは結構聞いてて、いい台本書くの知ってるし、喋りも面白いと。だから YouTube を俺も育てていきたいっていうタイミングで、各紙がこのうちの YouTube チームに入ってくれたら何かしらプラスにはなるだろうというのは思ってた。って考えたら、キャバ嬢に100万払っても別に何も起きないわけだけど、各紙に100万投げたら仕事してくれるっていうから、ラッキーみたいな。本当におかげさまで、そこからやっと650ぐらいまでは上がって、もう一回戻ってきて、ね、各紙がね、結局うちのチャンネルやってくれて、編集のディレクターの上に立ってくれて、うちのディレクターもめちゃくちゃ優秀だったんだけど、エンターテインメントを付加したいっていうフェーズだった。俺が各紙がエンタメ出身だって聞いてたから、ディレクターの上にエンタメ担当として各紙入ってもらって、編集の品質担保はできてるけど、そこに面白さを付加してくれって言って各紙が入ってくれたと。でプラス声役も入ってくれて、それを見た人たちが、各紙ってのが入ってからおもろいぞと。そうなんですよ。
言ってもらえて、それで仕事がたくさん来るようになった。そうなんですよ、本当に 3,4 件ぐらいパンと来て、これはいつかお金払わなくてもいいやん、うん、20% ちょうだい。青おさつチャンネルでいい仕事を仕切り、それがまあ市場に認められ発注がたくさん来たと。完璧ですね。そこに関して本当にありがとうございます、うん、いい仕事じゃなく隠してるからね。動画の前だけちゃうのかこれ。これね、裏で俺言ってんすよ。裏です。隠しがいないところで言ってんすよ。ありがとうございます。いない。これ動画回してよかったーって言ったもん、この前。それはダサい。それはダサい。でも僕も本当言ってますよ。今があるっていうのも事実そうなんで。今月ただでいい？100万分の仕事はもう終えてくれて、それでも結局うちは継続発注することにしました。3ヶ月やってくれた結果、やっぱ隠しがいないとダメだなって思って。それ本当に嬉しいですね。うん、何がその違いなんですか？ちょっと僕も褒められたい。皆さん隠しが入ってからこのチャンネルどうかとかコメントしてください。本当に聞きたい。結構そういうの嬉しいタイプなんで。なんか俺も話しやすなんかすごい俺のトークが走るようになったのよ、隠しがいるおかげで。それですごい助かってるんだよね。変わっていかなきゃいけないなっていうか、ヒカルチャンネルからすごい流入してきてるから、ヒカルチャンネルテイストにした方がいいと思ったの、うんうん、でその時にヒカルチャンネルで何で面白いんだろうっていろいろ自分の中で様子分解した結果、はいはい、いろんな要素があるんだけど、一つとしてやっぱ前さんでかいの。めっちゃ笑ってくれるし、欲しい時に欲しい言葉パーン投げてくれるし、ヒカルチャンネル撮影してる時にやっぱ前さんとか、まあ、佐々木さんとかがカメラ持っていい感じに話取りまとめてくれたりとかしてくれるのめっちゃ助かるんだよ。だそれがすごいいいなと思って、俺もそういうポジション探したいなと。で、クワッツさんのチャンネルも小木さんがいるの。そこと対等しないといけないってこと。結構強いな。まだまだ頑張んなきゃいけないですよ。まだまだ25歳で結局ピンチも乗り越え。でも本当にそこで今回の動画で言わせてもらうならば、最初に月20万とか運用代行で、うん、あんまり稼げてるっていうではなかったんですけど、うん、一気に100万までいった時のラインで言うと、アオさんのコンテンツ買ったマーケティング基礎、うん、ああマーケ基礎、ああはいはいはい、あれも名作だからね。あれ買ったてから物の捉え方とか考え方とか、うん、自分がやってたことってこれだったんだって答え合わせも含めてできて、うんうん、売り上げめっちゃ上がったのもあります。マジもう俺のケツ舐めた方がいいんじゃない。絶対嫌よ。よかったね、青笹がこの世に生まれて。まあでも、うん、そういう意味では本当にそうだなと思います。最初金持ちになる瞬間も青笹のおかげだったし、金持ちから転落しかけた時に救ってくれたのは青笹のおかげだったし、作るだけじゃなく新しい仕事を持ってきたのも青笹だったし、俺のおかげか。あーでも悔しいですけど、そこは否定できない。100万をねもらった後にいい仕事をして次なる仕事を紡いできたのも隠しなんで、皆さん隠しというのはポンコツそうに見えて意外と優秀でしたよと。チャットコミュニケーションはクソ。すいませんでした。その感じで、皆さん各種のことも応援よろしくお願いします。この動画を見てね、動画編集に興味を持った皆さんはですね、概要欄から僕の公式 LINE を登録してみてください。稼げる動画編集者と稼げない動画編集者の違い、動画編集のパソコンの選び方、動画編集のソフトの選び方、最初の1年の稼げた月5万に達する方法、月20万に達する方法、月50万に達する方法、月100万に達する方法を無料でプレゼントしています。これ無料なんですね。なんと無料なんですよ。なんで無料なのに皆さん取りに行かないのって思っちゃうぐらい、本当にめちゃくちゃいい情報を発信してるんで、ぜひ皆さん受け取ってください。無料な情報を受け取らない人って本当に何なんですかね。なんでって思うんで、皆さんぜひ登録してみてください。登録したらですね、毎日毎日その後もプレゼントだけじゃなくてメルマガが届くんで、毎日読むようにしてみていただければ幸いです。で、もう一個ね、公式 LINE があります。それが動画編集キャンプの公式 LINE です。こちらはですね、説明会を毎月やってます。動画編集キャンプは何かっていうと、土日2日で動画編集スキルを身につける超短期のスパルタスクールなんですね。全国の校舎に土日2日だけ来てくれれば、月曜日から現場レベルの編集者になれるというオフラインのサービスです。短期間で動画編集スキルを身につけた方、ぜひ検討してみてください。概要欄にあるね、リンクから説明会の情報を受け取ってください。これが2つ目の公式 LINE。青、括弧動画編集キャンプ主催の LINE ですね。青の公式 LINE と動画編集キャンプ主催の公式 LINE。この2つを登録すると、なんとこんだけのものがもらえます。ドドンと。すごくない？2つとも登録してね、皆さん。2つとも登録するのが大事。青のコースラインは毎日毎日有益な情報が発信されるよと。動画編集キャンプのラインは動画編集キャンプの説明会の案内が受け取れるよっていう感じなんで、そういう感じで使い分けてもらえると幸いです。あとですね、もう1300人以上の人が案件を獲得している青の案件獲得コンサルというサービスがあります。こちらはですね、動画編集スキルを身につけたけど仕事が取れないとか、動画編集スキルはなんとなく無料情報に触れたけどがっちりしたスキルになっていないとか、そういった方に向けたオンラインのサービスです。ちょっと動画編集触ったことあるかなっていう人が8案件を獲得するまで10日でいけるよと。僕らの指示に全部従ってくれれば10日後に現場レベルの動画編集スキルに切り替わって営業方法が分かってしまう。だから案件が取れてしまうと、そういったサービスになっております。こちらもめちゃくちゃ好評なんで、ぜひ概要欄から販売ページ、申し込みページをチェックしてみてください。だから皆さんチェックすべきは青の公式 LINE、 動画編集キャンプ主催の LINE、 こちら2つを登録した上で案件獲得スクールのページを見てみると、俺どれが合うのかなという風に見ていただいて、どれか申し込んでいただけたら幸いです。というわけで今回もありがとうございました。いいなと思ったらグッドボタン、悪いなと思ったらバッドボタン、よろしくお願いします。勉強になったなとか、これどうなのっていう風に疑問に思ったことはぜひコメント欄にアウトプットしてください。めちゃくちゃ嬉しいです。その中で今回は以上です。ありがとうございました。